はいステップメールとはということでステップメールの基本について解説していきますステップメールということを聞くとあるいは Web 集客 Web マーケティングの中でステップメールを取り入れようと思った時にどういった課題が浮かぶのかってことをまず最初におさらいというか確認をしていきましょうステップメールの役割がまずいまいちわからないって方が多いですよね ステップメール、ステップメールとか、プロダクトローンチとか、動画付きメールなんていろいろなところで言われていて、いまいちステップメールの本来のね、もう役割とか目的は分かっていない。こんな方がいるんじゃないでしょうか。あとは、もっとね、踏み込んで、いざやろうと思ったときに、ステップメールの書き方が分からないということですね。例えば、1つ目とか、自動返信のメールで何を書けばいいのか分からないとか、商品を売るという、その架け橋のなる部分にね、どういう表現をしたらいいのか分からない。 こういった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、3つ目、ステップメールで売り上げが上がるイメージが湧かないということですね。まあ、ステップメールというのは、まあ、自動で配信できる仕組みなわけですけれども、それで売り上げが本当に上がるのと、まあね、こういう施策をやるわけですから、売り上げ、その事業の発展に役立てなければいけないんですけれども、そもそもステップメールで売り上げ上がるイメージが湧かない。こんな方もいるんじゃないかなと思います。 ステップメールの課題の、ね、続きなんですけれども、メールで商品が売れないということは、どういうことかというと、お客様が売り込まれていると感じているからなんですね。なので、逆を返せば、売り込まれていないと、この人は売り込んでいないんだな、単なるね、情報とか、いい情報とか、判断基準を教えてくれてるんだなってなれば、それは売り込みではなくなるわけです。よろしいでしょうか 前提としてメールで商品が売れない理由っていうのはお客様が売り込まれていると感じている。ここが大きな問題なわけです。今までね、ステップメールをもしやったことがある方、あるいはやったことのない方が、ね、ステップメールってなった時に売り込もうと思ってしまう、その反射的に思ってないか、ここを確認する必要があります。よろしいでしょうか。ステップメールの課題はお客様が売り込まれていると感じてしまうことにあります。